どうも、ウェブコンサルタントの本橋平介です。今日はインスタグラムでフォロワー1000人増えない9つの理由についてお伝えします。今まではどちらかというとこうやったら伸びていくという方法についてお伝えさせていただいてたんですが、今日は逆にこれをやってしまうと伸びないですというのを9つにまとめてお伝えします。全部できてないっていう方はね、あんまりいないと思うんですけども、一つでも当てはまるものがあれば、ぜひ今日から改善していくと良いです。インスタフォロワー1000人というのは努力レベルで誰でも簡単にいけるものなので、ぜひ、まだ行ってないという方はこの動画を見てチェックしてください。また、1000人以上の方も悩んでいるという方がいれば、今日の動画を見ていただけると、僕の教えた人の中でも、1万人超えてるとか、4万人超えてるとかっていう人もいますので、ぜひやってみてください。はい、では、1000人増えない理由、その1、投稿することだけに一生懸命になっているということです。はい。インスタ1000人伸ばそうと思った時に、ただ投稿するだけではダメなんですね。なんか毎日投稿しなきゃとかね、毎日一生懸命上げてる人もいます。でも、それでも伸びてないっていう時は、もう投稿するだけではダメということです。はい。なので、せっかく投稿したとしても、せっかくあなたがいいものを持っていたとしても、やっていく方向が間違ってると、もう全然伸びないということです。例えるならば、砂漠のど真ん中で北海道を売ったら売れますでしょうか？売れないですよね。それと同じことをやってしまっている可能性があるので伸びてないということです。はい。ですので、ただ投稿するだけではなくて、インスタグラムであなたが発信しようとしているジャンルでは他には人気のジャンルがあるのか、そもそもあるのかないのか、ある場合はどんな投稿が人気になりやすいのかというのをインスタの中でワードを検索して調べたり、ハッシュタグを検索して調べたりということをして、先人に習ってやっていくということをするといいです。インスタグラムもそうですけども、ウェブのいいところっていうのはコストをかけずにできます。そして必ずそれでうまくいってる人っていうのがいますので、それを最初は真似するところから始めると早いです。注意点は真似するとパクるは違うので、切り口を真似するというのはいいんですけど、中身をそのまま盗作するっていうのはダメなので、内容の切り口を一回自分に置き換えてやってみて、そこに自分なりのオリジナリティを付け加えていくということでやってみてください。はい。2つ目、関連性のないハッシュタグをつけてるということです。これ以前は僕も、ハッシュタグは全部で30個つけれるので30個つけましょう。ハッシュタグはあなたとあなたが届けたい人をつなぐ扉です。ですので扉が1個よりも10個、10個よりも30個あった方がたくさんの人と出会えるので、ハッシュタグは目いっぱい使いましょうという案内を僕もしていました。ただ、今は状況がちょっと変わってきてます。もちろん投稿に関連するタグが30個あれば30個つけた方がいいというのは変わりません。変わらないんですけども、30個なんかないから絞り出して全然関係ないタグもあれもつけてこう、これもつけてこうという形でつけるのはやめてください。はい。これは逆に言うとデメリットです。関連性のないハッシュタグをつけると、あなたの投稿がハッシュタグの人気投稿に乗らなくなります。はい。これはその投稿に関係あるタグも含めて人気投稿に乗らなくなっちゃう可能性があるので注意ということです。つまり欲張りはダメということです。はい、投稿に関連性のあるタグだけをつけていきましょう。フォロワーが1000人増えない理由3つ目、プロフィールがハテナハテナハテナ。はい、これはですね、プロフィールというのはあなたの投稿を何かしらのきっかけで見つけた方が、じゃあこの人どんな人だろうという形で最終的に着地する場所がプロフィールです。ということは逆に言うと、プロフィールが魅力的でないと、せっかくあなたの投稿にたどり着いたんだけれども、そのままどっかに行ってしまうということがあります。でもプロフィールが魅力的だったりすると、あ、このアカウントフォローしておこうとなるわけです。ですのでプロフィールが分かりやすいというのと、あなたではなく届ける人に対してのメリットが書かれている、このアカウントをフォローするメリットが書かれている、つまり、投稿する内容が分かるとか、こんな内容を投稿している、つまりそこに興味がある人が思わずフォローしてしまうような文章を添えておくというのが大事です。はい。ビジネスのことを発信している人でしたら、あなたのアカウントをフォローすることによってそのビジネスの最新情報が届くとか、食に関すること、健康に関することをやってる人だったら、その、アカウントをフォローするだけで健康になれる、アカウントをフォローするだけで痩せれる、ダイエットできるとか、そういったアカウントっていうのは伸びやすいですと。こんなイメージでプロフィールを作っていきましょう。はい。では、フォロワーが1000人増えない理由4つ目、内容が宣伝ばかり。はい。これはね、僕が言わなくてもわかるとは思いますが、人によってはですね、今回も宣伝の投稿、明日も宣伝の投稿し、明後日も宣伝の投稿みたいな感じになってる人がいます。で、これってどうでしょうか？相手から見たら、なんかいつも売り込まれてるなという感じになります。ですので、もちろん宣伝するっていうことは大事なんですが、相手の方があなたのサービスを買おうと思うとか、あなたのお店に行こうと思うと、どんな時かやっぱり魅力的な投稿があったから、そのサービス欲しいな、買いたいな、お店行きたいな、そしてあなたのことを知りたいなということになります。ですので、あなたのサービスを買ってもらうためには、あなたもギブする必要があります。はい。で、インスタグラムでギブというのは、いい情報を出すことということで、宣伝とギブする、このバランスについて今どうなのかなというのを常に考えておくことは大事です。1000人のフォロワーが増えない理由6つ目、インサイトを見てない。インサイトというのはインスタの中にある分析ツールです。分析ツールはどうやったら見れるかというと、ビジネスアカウントというのにアップグレードをすると見れます。こちらは無料でできますので、ぜひやってください。これをすると、あなたのアカウントのフォロワーさんが男性女性の比率どれぐらい、どこの地域に住んでいる、そしてどの投稿が人気なのかですね、ハッシュタグ経由で来ているのか、おすすめ経由で来ているのかというのもわかりますので、ぜひ分析をしてください。はい。この分析をしないとどうなのかというと、毎回が勘になってしまいます。はい。ですね。それ分析をして伸びやすい投稿っていうのを、どういった投稿にすれば反応がいいのかというのを見て、で、自分の中で反応がいい投稿の傾向をつかんで、それを出していくということをやっていきましょう。はい。フォロワーが増えない理由6つ目、投稿が自撮りばかり。これはもう場合によってはいいかもしれないですけども、あなたが有名人でない限り、そしてもう超絶世の美女、美男美女とかでなければ、あんまり自撮り連打というのはおすすめはしません。特に日本の場合ですね、海外の方とか自撮りもっと多いと思うんですけども、日本の場合はその自撮りをしてる人っていうのを、なんか自己顕示欲が強いみたいなネガティブな印象に捉えることがあるので、そこのバランスとか、自撮りをする時もそのアップ具合ですね、アップなのか引きなのか横顔なのかっていうバランスは注意した方がいいと思います。ここは客観的な目線で見ます。それが見れないという場合は、あなたの親しい人にその自撮りのバランスについてどうなのかというのをヒアリングしてみるのもいいです。インスタのフォロワーが増えない理由7つ目、はい、投稿後のハッシュタグのチェックをしていない。インスタがすごい伸びる時っていうのは、バズを起こして伸ばすという形なので、はい、ハッシュタグは関係はそんなになかったりすることもあるんですが、フォロワーを1000人に行くまでというのは、ハッシュタグというのは非常に重要な要素です。ということは、あなたがつけたハッシュタグで人気投稿に載ったのか載ってないのかっていうのを必ずチェックする必要があります。そこのチェックで、あ、このタグなら乗りやすいなとか、このタグは乗りにくいなとか、ハッシュタグのボリュームが1万ぐらいは乗るけど、3万ぐらいになるとちょっと厳しくなるんだなというところを踏まえて、じゃあどれぐらいのハッシュタグをつけるべきなのか自分はというところを分析することが大事ですので、この投稿後のハッシュタグの人気投稿に載ったかどうかのチェックというのも必ずやっていきましょう。はい。8つ目、交流をしていない。インスタグラムを伸ばす上では、投稿で伸ばしていくというのが僕の一番の考えなんですけども、1000人まで行くというだけで考えた場合は、交流を自分からしていくベースでも全然行くレベルです。どういうふうに交流するかというと、例えば、いいねを押しに行くとか、コメントを押しに行くという、他のアカウントにですね、という行為です。要はですね、最初の頃っていうのは自分の投稿がハッシュタグとか人気投稿に乗りにくいので、その分自分から知ってもらう機会を増やすというイメージです。はい。このやり方で言うと、あなたの発信ジャンルが伸びにくいジャンルであったとしても、比較的スムーズに増えていきます。はい。ただ注意点としては、あんまりいいねとかをやっていくと、スパムと捉えられたりとか、インスタ側から、バンをされる。要は、アカウントを停止されたりとか、停止はされないんですけれども、シャドーバンと言って、あなたの投稿が人気投稿に乗らなくなってしまったりするんですね。で、こうなるともう何を投稿しても全然広がらないという、悲しい現実になりますので、そこはやりすぎないように注意してください。はい。インスタの場合ツールを使ってそれをやってる人もいるんですけども、基本的にはもうツールは僕はおすすめしません。はい。僕を教えてる人にもツールとかは一切推奨していないです。はい。はい。僕を教えてる人はみんなツール使わずに伸ばしていますので、大丈夫ですということです。はい。そして、フォロワーが増えない理由、最後、9つ目。あなたのサービスやお店、屋号などのハッシュタグをチェックしていない。例えば、あなたのサービスを利用した人、あなたが販売しているものを買った人、あなたが例えば飲食店のオーナーさんでレストランをやってますと、レストランに来た人というのが、投稿するとか、もしくはストーリーズでタグ付けをするということはよくあると思います。で、タグ付けをするとあなたに通知が来るので、それ分かりますよね。そしてタグ付け来たものは必ずフォローして、その後にアクションを起こしていると思います。例えば、インスタグラムのストーリーでシェアをするとか、シェアしたものにコメントをするとかっていうのはやってると思います。これもしやってなかったらこれ絶対やってくださいね。はい。で、そうなんですけども、実は、あなたのお客様があなたのことを紹介している場合があるんですけども、あなたに届いてない可能性があります。つまりタグ付けをしてない場合ですね。アカウントのタグ付けをしてない場合は届かないです。通知が来ないです。でも、ハッシュタグをつけてる場合があります。あなたのお店の名前とか、あなたのサービス名でハッシュタグをつけてる場合があります。なので、その場合は見逃すといけないので、必ず定期的にあなたのお店の名前でハッシュタグ検索をします。で、そうするとタグ付けされたいんだけど、ハッシュタグをつけて投稿している人が出てきますので、そこにちゃんとお礼のコメントをするとか、交流をしていくという形をします。で、これをすると、非常に高い確率でフォローをされることが多いです。はい。で、これがね、ものすごい大事なのは、例えば同じ1000フォロワーでも、例えばいいねとかコメントをしに行って、帰ってきたフォローよりかは、あなたのサービスを利用して投稿してて、ハッシュタグをつけてる方が交流したことによってフォローされるというの場合は、この同じ1000フォロワーでもこのフォロワーの濃度が全然違うんですよ。こっちの方が濃いわけですよ。こういったフォロワーの濃度っていうのはすごい大事ですし、あなたが本来の目的である集客とか売り上げにもつながっていきやすいですし、中長期的にもあなたのファンになっている可能性がありますし、これからなっていく人も多いかと思いますので、このハッシュタグを探す。ハッシュタグで自分のサービスやお店の名前、屋号で検索をして、定期的にチェックするというのは必ずやった方がいいです。もうフォロワーの数じゃなくても濃度が違いますので。はい。ということで今日はインスタグラムフォロワーが1000人に増えない9つの理由についてお伝えしました。実際フォロワーを増やしていくやり方については他の動画もありますので、ぜひそちらも参考に見ていってください。またこの動画がいいなと思った方はグッドボタン、コメントなどしていただけると嬉しいです。このチャンネルはインスタグラム以外の SNS やオンラインの活用方法について随時最新情報も交えながらお話ししていきますので、オンライン活用していきたい方はぜひチャンネル登録もしていってください。では今日も見てくれてありがとう。バイバイ。